はい、じゃあ続きでやっていきます。まあ、ちょうど時間も時間だったんだけど、動画がね、動画ソフトがバグってここで止まったんだよね。ちょうどもうギリギリでね、落ち着かせて、まあ、安全にね、終了したから、どこかに途切れるところはなかったんだけどね、ここが進んでないんで、じゃあ行きましょうか。でね、すぐゴールだったら、ちょっと、あーってなっちゃうけど。今日は乾燥してんのかな。まだ30分。カエルの絵もやってないよな。あ、お、こうか。やっぱりやはり終わりだった。やはりここでゲームが終わりだった。でもここまでやれたとしても40分くらいになっちゃうからな。まあ、そうしたらカットすればよかったのかもしれないけど、20分、20分で、まあ、行っちゃいましょう。いや、難しいステージだったね。敵がそこまでいなかったのが救いだったよ。ついにここまで来れちゃったんだね。その台座に立ってくれ。キャプテン・ラチェット誕生の瞬間だ。ラチェット、ついにここまでやってきたっす。早くこっちに来るっすよ。なんだかな、嫌な予感がするんだけどさ。友達の言うことは聞かなくっちゃな。さては、臆病風に吹かれたか。いや、そんなつもりはないんだけどさ。いいから、キャプテンの言う通りにするっすよ。ありがとうさん、クランク。おかげで助かった。やった、降りようよ、バカチン。やっと計画がうまくいったぜ。どういうことっすか？わかんないのかよ、クランク。あいつ味方のふりして敵だったんだ。察しがいいね。それなら次にどうなるかわかるだろう。ショーの開幕さ。ショーって？見ろ、怪獣ショーさ。でも、なぜ？でも、なぜ？その理由はとっても簡単。ビッグボスドレックは僕の公式スポンサー。君たちは初めから邪魔者だったのさ。騙しやがって、クォーク。ほう、その元気。いつまでも使う。お、また行けないか。そうか、スポンサーっていうのがあるのか。大変だな。とりあえず、スナッグルビーストをぶっ倒す。あ、危ない。なんか頻度が出たら困るんでね。よし。まあ、力任せにやっていけばいいのかな？とりあえず力任せにやっていけばいいのかなとか、めちゃくちゃなこと言ってるけどね。弾が、おお、バカ。マジかよ。本気くせえな。とりあえずアイテムだな。アイテム回収して、この辺のももうはす、あの開けとこう。危ないから。で、危ない。レーザー、あのレーザーは当たり判定あんのかな。とりあえずブラスターで、お、待て、装備してないでしょ。オッケーオッケー。まあ、取ってでやっていこうね。危ない危ない。そんな強くなさそうだな。発狂モードにならなければ、まあまだやりようはいくらでもありそうだな。地雷パックもあるからね。地雷をばらまくのも良さそうだよね。まあ、爆弾ばらまいたっていいしさ。ほーら。あれ？これ飛び越せないの？飛び越せるよね。おー、マジかい？ほらほらほら。おー、マジか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 。おい、マジだよ。やるじゃない。あ、爆弾パックだしね、用意されてんのか。すぐ回復しないと。あ、危ない危ない危ない。ちょっと思った以上に強いね。おまけに、あのレーザーには当たり判定ないですね。3回か。危ない。で、裏を取ろう。裏を取って、おい、裏、全然裏取れないんですけど。波動が強いな。あ、負けた。何で戦おうかな。普通にぶん殴った方が早いのかな。有効な戦い方を知りたい。これアイテム取ったら取りっぱなしな気がするんだよな。ほい。あ、歩いてない。一応。あ、いけるね、これ。音ゲーだな、音ゲー来た。よしよし。
あーすあれなんだバリアか。あ、うっそー、ちょっときついんですけど、そういうの。あ、ま、マジ飛べる。ここからさ、もういきなり、いきなりやつのところに降りてってさ、降りてってで、ここで、あ、撃てない。おい、おとけ。あー、これはやだな。ガードできないもんな、このゲーム。当たってねえし。で、これ、あー。1回、2回、3回だったら、あ、ダメだ。これ、アイテムなくなんな。アイテムなくなるけど、あ、またか。あ、やした。あ、OK。1回、2回、3回でしょ ?1 回、2回、あれ?あー、1回、2回、3回じゃないのかな。走っても当たるんだよな。なんか有効な。ちょ、待て。あー。足の間を抜けられない。しばらくは死んで覚えないとな、これ。どうやって戦うのがいいんだ、これ。ジャンプの方が飛距離が伸びるとかあんのかな。どうあってもこれもうちょっと当たらないのかな。当たってない。あ、近距離攻撃当たらない。当たらないってことは何、これずっとこういうゲーム、これずーっとやらないといけないのかな。で、1回で終わりだよね。1回2回3回1回で火の玉、1回2回3回で何してる、ダークネスオーラで何がしたいのかなっていうところだね。まあ、まずはゆっくり様子を見たいんだけど、あ、そういうのもあるんだ。全然分からなかった。そうしたら、そうだな、とりあえず回復だけしようか。回復のパックだけは大丈夫なんでね。大丈夫っていうか、ちゃんと保証されてるのかな。近距離攻撃ができないから弾薬の保証とかはされるのかな、ちょっと分かんないんだけど。これメガホーンとかでさ、おびき寄せることはできんのかな。ちょっとガラメガがちょっと少なすぎるんだよな、そうなってくると。あ、それとも悪魔グラブでやってみるか。やれんのか。ほれ行ってこい、行け。何、行かない。行ってくれ頼む。君たちの力が必要なんだ。あー、ダメだ。弾き飛ばされている。仕方ない。一気に近づいて、はい、おとげで、一歩目がおとげで、あ、ダークネスオーラになったら、こう火の玉に、まあ、誘い、火の玉とか溶岩の玉に誘いな、それでいいか。で、足が速くなるようなことはないし、俺の HP がまだ3あるから、まあ、ゆっくり様子を見てればいいかな。回復パックがないし、もう橋もないんだね。何がしたいんだ。とりあえず消すにブラスターをぶち込んでいくよ。で、一発、あ、ダークネスオーラか。ダークネスオーラどうすんのこれ。破れんのかな。別に破れんならいいけど、端なんだこれ、弾かれてんのか。あ、まずい、危ない。おい、これがな、来ないんだよね、あんまり俺の思った通りに。弾かれてない、中入ってる。あ、危ない、怖い、バグるんじゃないかな、怖いんだよ。なんだこれ、どうすんだこれ。分かんない、
中に入れるわけじゃないし、 HP 減ってる？減ってたかな、ちょっとわかんないな、 HP 減ってるかどうか。減ってないね。あ、まだ橋があったんだ、自分で気づかなかったよ。で、こっちの出口が回復と、回復っていうかしっかり開いたか。危ね、危ない危ない、ここで死ぬのは全然ありえるからね。そんで死んだら多分やり直したと思うからさ、このゲーム。このインフォボットは重要っすよ。誰かさんよりもかい。怒んなよ。空襲だ、空襲だ、爆撃艦隊が爆弾を山ほど近くに落としてるんだ。援軍をくれ、早く。ぶっちゃけわし一人なのよ。部下のやつらみんな敵が来たらビビって逃げ出しやがって、後でぶっちめてやる。だからわしゃ生き延びればならん。援軍を早く大至急早急に急ぐんだ。また別の惑星がビッグバッドボスの攻撃を受けてるっす。ほっとけよ、もういいよ。そんなのさ、ヒーローなんて全く意味のない夢だったのさ。クォークはイカサマシだったっすけど、ヒーローの夢は捨てちゃいかんっす。はあ、人を助けるなんてもうバカらしいよ。自分勝手に生きてやる。ラチェットらしくないっす。らしくないってなんだよ。お前なんかに何がわかるってのさ。オイラの気持ちがわかるってのか。友達の気持ちはわかるっす。ロボットにわかりますかね。動かねえよこれも。忘れたっすか、ロボットがいないと起動できねえっす。あの星へ向かうなら動かしてもいいっすよ。はあ、そうきたか。いいよ、早く動かせよバカチン。バカに早い。なあ、私のことで独り言を言う趣味はないんだがな、このバカチン。倒したんだろうな。ええ、いや、これであいつらに私の知恵を。知恵？お前に知恵？お前に知恵があったとは初めて知ったわ、バカチン。あいつら二人を倒すだけのこんな単純な命令なのに知恵なんているのか。でも私は。お前の知恵と言ったらスポンサーにボルトねだるぐらいだろ。なら私の命令は絶対だ。結果を出せ。もう顔も見たくないわ。厳しいけど、上司というか一番上の人間にはちょっと必要な素質だよね、ああいう冷酷さとかは。僕には無理だ。基本的にね、アールちゃん許していくスタイルなんで。全員直ちに気をつけ。お前ら脱走したら軍法会議にかけてやるぞ。ねえ、オイラたち。うるさいうるさい、よく見ろ。あの爆撃艦隊を落とすには回転砲台しかない。やられればこの星はおしまいだ。町の入り口に集合。手伝ってあげるっすよ。もううんざりだよ、罠だぜ。またじゃあ行けよ、一人で行ってこいよ。負け犬の遠吠えっすか。ふん、違わい。オイラに喧嘩売ってんのかよ、クランク。あ、行くのね。行くんだ。俺なんだったら別にクランク君一人でもよかったんですけどね。なかなかいい子じゃないか。いい子なのかな。まあわかるけどね。あまりね、俺もだから強く言えないけどね、ラチェット君のことは。物は何？ロケットバズーカ。悪い奴を追いかける正義の玉。ぶっ放せ。なんか片言になってんな。しかし、ボルトがね、足りないので、まずはボルトを、あと5000か。結構きついですね。まあ、そこから始めようか。おー、忍者。This is 忍者。あ、マジかよ。でね、ラジェット君横飛びが多分できると思うんだよね。ほらちょっとね、いけるか。いけない。
編集をねしながら、あ、編集をしながら、ラチェット&クランクのね、ちょっとオープニングを見てたんですよ。まあ、オープニングっていうものじゃなくて、まあ、反則のムービーみたいなね、感じだったんだけど、あ、販売促進のね、うん。だからその時に、ラチェットが、あ、懐かしいね。やるかいこれ。あ、早くやれ。やるな、やれ。この間無敵ですからね。これだけ覚えておいてください、今日は。そうですね。1,2,3,4,5 個あって、レーダーは、レーダーっていうか、あれは4つしかないから、もうちょっとだな。違うな、これが邪魔だな。そしたら、こうして、あとは、どこだ？どこが邪魔だ？ 1,2,3,4 だから、ちょっと難しくなってきた？はいって、緑色になると正解っていうか当たりになるか。だから、もうちょっとだな。違うな。これ、ここをこう。よし。回復ポイントではないと。あー、どこ、どっから？さすがにこん中じゃないか。なんだ、爆薬が仕込んであったか。やるね。よし。とりあえずネジだけはなんとか回収していかないと。で、横飛びはね、しゃがみながら横キーで入りますが、あー、ここから、クランクのヘリコプターは出せないと。これ強いな。ロケットが強そうかな。すごい強そう。無視していった方がいいのかな。で、ここはこっちか。そうだね。もう落ち着いて行けばいいかな。ここなんか道がありそう。OK。だけど、あ、そか。このゲームにはセーブポイントなんてものはないんだよ。好きなところでやめればいいんだけど。いいとこでやめても、おー、爆弾魔。ここにボンバーマンがいる。あ、隠れた。怖いね。とりあえず行けるところから行こうか。横っ飛びしてる間が、あー、近距離。いやー、きちんと近距離攻撃してくんだな。強いんだよね、近距離攻撃が。強いというか、強すぎるっていうか、遠距離攻撃してくるよりも絶対出が早いと思うんだよね、見てて。よしよしよし、オッケー。あー、何、あー、結構遠目からきちんと撃ってくるんだね、一応、超優秀なんだけど。ラチェット君もこれくらいね、射程が広い武器、ちょっともらわないときついよね。ロケットランチャーだっけ？バズーカが強そうではあるんだけど。とりあえず、進めるところまでは進んでいきたいが、ここには、なんだ？刺させただけで？何もないのか？向こう行けんのか？いけないですね。絶対いけないですね。なんかジェットスキーみたいなものがないと。難しそうかな。で、やることできたので、一旦登っていって、かな。あー、近距離が強い。発生が早い。俺より発生がよほど早い。で、今分かったのがね、こう、追いかけていってやると多少ホーミング。うわ、お求めできないんですね。まだ8000ネジしかないんでね。何分？19分。さっきの動画は35、6分で。おいおい、あそこ、あ、捕まないか。飛距離が伸びすぎたな。35、6分で作っちゃったんで。ええ、マジかよ。あれだな、このゲームをトゥームレイダー、レジェンドとか、ね、アンダーワールドとかと同じで、掴まないっつったら掴まないんだね。乗らないって言ったらもう断固として乗らないんだね、この子は。わかったよ。俺のわがままには付き合っ
ってくれないけど、お前のわがままには俺は付き合わなければならないと。ちょっとあいにくね、ロケットない、あいた、ロケット持ってないんでね、実力で。ほら、ちょ、動かねえし、オッケー。今ある武器でやりくりしていくしかないな。体当たり判定みたいなものがないんだったらね、あの触って別に大丈夫だったら、ね、上に乗っかって、ね、普通の戦車よろしく、あの爆弾で吹っ飛ばせばさほど問題はなさそうなんだけど、向こうでいいのかな。よいしょ、あー怖い怖い怖い。で発生が早い攻撃、近距離攻撃、あれ、あー危ない危ない。よし、とりあえずとりあえずネジだな、ネジも必要と。悪魔パック、そうだね、悪魔パックがあるなら悪魔パックよ。いいや、よし行ってこい。よし、行けるか行けるか、行け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 。おい、やれんのか。やれる、強い、あ強い強い、ちょめっちゃ優秀で、まだ生き残ってるしね。あ強いな。あ、おいお前、やめろやめろやめろ、危ない。あ一瞬だか、悪魔さん、悪魔さんやるね。あいつは逃げるでしょ。おいホーミング、あホーミングしても届かない。あ逃げちゃうんだね、これで。どっから出てくるかな。あこういう時に悪魔さんを一つ設置しておけば、そうだね、自分でやってくれる。ああ優秀だね、やっぱ自立型っていうのは強いな。そりゃあね、ここ最近のガンダムがああいう自立型の誘導兵器を作るのをうなずけるような。あでですね、ガンプラ買ったんですよ、ピアスと一緒に。何買ったかってあのね、イージスガンダムをね買ったんですよ。イージスガンダムって何ぞって方はね、あの検索してください。イージスガンダムですぐ分かる。おムービー来るか。作戦は非常に簡単、大爆発でお前を向こうに吹っ飛ばすのだ。うん、ねえ死にゃせん。はあ、あっそ、じゃあね。逃げるのか負け犬、は向こう側に渡れたらヒーローなんだぞ。うん、俺なんだ、あのレールでも行けるではないか。命令、マグナレールを通って回転砲台フラッグキャノンを取り返せ。ふむふむ、また逃げ出されてもしたらかなわんからな、先に褒美を渡そうかね。敵から奪ったものだが通信機のようだ、持ってけ、任務を忘れるなよ、グッドラック。親愛なる仲間、ブラーフの諸君に良い知らせがある。知っての通り、我々のふるさとは死の惑星となった。空気は汚れ、ウイルスにまみれ、動くものはただロボットのみ、みんな捨ててきた。だがしかし、我々が奪い取ってきたパーツを全て組み合わせた理想の惑星、それが完成間近だ。残るは科学者どもが理想の軌道座標を計算するだけだ。新しいふるさとの実現の日は近い。それでは。ビッグバッドボスの計画はヤバいっす。この宇宙の全ての惑星を破壊しかねないっす。へえ、誰かが止めるんじゃないの。キャプテンコークとか、他の誰かがやるかな。で、さっきの隊長、向こうの砲台とか言ってたよな。ええー、そう、あのレールを通るっす。でも特別なブーツが必要だと思うっすよ。じゃあ探しに行こうか。で、戻ってこよう。このレールはマグネブーツをお持ちでないと渡ることはできないようです。他の惑星でマグネブーツを手に入れてから再び来てください。俺マグネブーツ持ってないの。あたりを偵察する、要塞の司令部に行く。え、マグネブーツってなんすか。え、行けるじゃん。あ、行けるんじゃなくて、これで自分で戻れっていうか、船に戻る。ということは、どこかのミッションをクリアしてなかったってことか。どこだ。町の入り口に戻る。
そうだな、困ったな。まあ、こういう時にね、すぐミッション、船に戻ってミッションが見れればいいんだけど、ここ、ん？コンビナートピアオークソン。あ、これがあのインフォボットのやつか。研究施設を調べる。あ、これでマグネブーツっていうのがちょっと分かりそうかな。よし、出発だ。で、時間が25分か。まだいけるってやると、結局すぐ10分結構経っちゃうんだよね、やろうとすると。一旦ここで終わりにしようかな。多分ムービー始まるでしょ、こんな汚い星。猛毒惑星。大丈夫か、ガスマスクもないのに。あ、ちょっと死ぬんじゃないか。え、まさか。生物には02マスク、あ、O2 か、 O2 マスクが必要。おお、そしてここで最強のロボットクランクくんが一人旅。なるほど。じゃ次回は、お、音楽は鳴らないんだけど次回はクランクくん、君の活躍に期待しよう。それともなんかクランクくんの専用装備とかは、あ、ないんですね。何もバージョンアップしたいね。早く誰か改造してくれないかな。よいしょ。特にネジもないしね。まあまあ、まあ、バズーカを買うくらいのお金は必要かな。でもここでは、ここでも、ね、新しい商品がありそうだからな。ネジは全然足りてこない。